さんおめでとうございます。いやまあとにかくは、はい、僕は大丈夫ですね、はい、選挙終わってから、ちょっと人暴れするんじゃないかという噂があります。人暴れするんじゃないかという噂がありますが、まあ、正すべきことは正していかなきゃいけないので、なるほど、言えべきことは言ってます。はい、わかりました。すいません、どうもお忙しいところにありがとうございました。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。失礼します。出し始めたら萩生田さんって声がいいですよね。うん、通るんですよね。